体操選手は逆立ち何秒できるのかということで、こんにちは、デカプリのヒカルです。皆さんすでにご存知かと思いますが、12月29日にシダックスが主催するシダックス杯というのが行われます。こちらのイベントに応募させていただいたんですけど、おそらく抽選かと思いますので、現状出れるかはまだ分かりません。ですがすごく面白い内容が準備されていたり、賞金があったりと、とても楽しそうなイベントとなっておりますので、ぜひシダックスのチャンネルからチェックしてみてください。ということで、今回はイベントの中の一つ、倒立耐久選手権というのをやってみました。体操選手はウォーミングアップや練習、トレーニングなど、いろんな場面で逆立ちをすることが多いのですが、よくよく考えてみると、自分の限界まで逆立ちをしたことがないなと思いまして、今日は今の限界を知ろうということで、少し倒立耐久選手権を走ってみました。さあ早速始まりました。2人とも背中を向けておりますが、まずは選手紹介をさせていただきます。画面向かって右側に見えますベンチコートを着ている彼はデカプリのミッキーです。ミッキーは体操競技の種目別跳馬のスペシャリストとして活躍している選手です。中学生時代に日本一に輝いたり、大学生時代や社会人になっても全国大会で何度も3位入賞しており、多くの功績を残しております。彼の身体能力は人間離れしており、跳馬だけがすごいと思いきや、様々な場面で超人プリを発揮しているものすごい選手となっております。そして左側に見えます白い T シャツを着ているのはデカプリのヒカルです。彼はすでに引退しており、元体操選手となっております。彼の成績としましては、高校生時代に神奈川県で優勝、大学生時代に静岡県で2番、あとは全国大会に出場など、これ以上インパクトのある成績は残していないのですが、撮影時など様々なシーンで体を動かしているので、もはや現役選手と言ってもいいのではないかというような選手になっております。現在始まって50秒が経過しました。勘のいい方なら何か違和感を感じているのではないでしょうか。今日の動画はそんなに長くないのにもかかわらず、無言で倒立をしているシーンを早送りで流さない、これは一体どういうことなのでしょうか。これ以上話してしまうとネタバレになってしまいますので、黙っておきます。とにかくあまり期待をしすぎずに見ていただきたいなと思います。普段は対決系の動画が多いのですが、本日は現状を知ろうということで対決ではありません。それぞれが限界まで挑戦する動画となっております。そんな話をしているうちに1分20秒が経過しました。2人とも少し倒立が乱れてきましたね。少しきついか、歩いてもいいのでもっと歩いてほしい。おーっと、はい、ほぼ同着です。対決だった場合はミッキーの方がやや後に落ちたかなって思うんですけど、秒数にすると1分26秒台だったのかなと思いますので、僕たち2人の記録は1分26秒になりました。合わせたわけではありません。マジで集中して倒立してたので、相手のことを見ることもできなかったですし、そろそろ降りますとかそういう相談もしてないので、リアルの数字が1分26秒でした。これで解説は終了したいと思います。皆さんも倒立をしすぎるとこのように頭がおかしくなってしまうかもしれませんので、ご注意ください。ということで結果は2人とも1分30秒でした。マジで合わせてないっすよね。手首痛い。あ、手首ですか。うん、僕めっちゃ握力がめちゃめちゃきつかったです。あー、確かにそこも痛いかも。確かにその筋肉的な面じゃなくて、うん、手首とかその節々が痛かったですか。うん、手首と、はい、その握力のところ。きついなこれ。僕2分とか行きたいなと思ってたんですけど、1分30秒で ということで、はい、出れるか分かりませんが、シダックスチャレンジに応募しました。イエーイ、出るぞ。出してまあそのね、一部の内容を今日はお試しでやってみたということで、はい、多分シダックスとか5分とか6分止めれると思うんで、彼やばいっすよね。すぎる。なんでまあちょっと現状どれくらいなのかっていうのを今知れたんで、もし出れたらそこまでにもう少し強くなっておきたいなと思います。はい、雑魚すぎました。雑魚すぎでした。うんかす。これじゃあ戦えない。2番にもなれない。なれんな。まあもう少し、もし出れたら当日までに泊まれるようにしておきたいなと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。